最近も見かけませんけど、寒い日の休日、家族で集まってストーブで焼いた餅を食べるの最高でしたね。よくやりました。昔僕電気屋でバイトしてたんですよ。まあストーブには思い出ありますね。寒くなると思い出します。昔よくやった四角いストーブ、ガチャって中のが開いて火つけるんですよ。あれをお客さんの家まで運ぶの僕の仕事でしたね。例えるなら、寒い暖かいプレゼントを運ぶサンタクロースみたいな。え、また冬か。いざ。うるさいよ。あれからも20回目男いつまでもロマンティストじゃなきゃダメよ。私が10歳の時に来たんだから。ダメだよそれ。たまにはこういうの言わせてよ。ってことは私はダメ。いいじゃん。まあストーブの話に戻しますけど、マッチで火つけんのよかったね。ボーって赤い炎が音立ててね。もうどの家も使ってないでしょうけどね、あのストーブは。うちでは20年使いましたよね。淡く記憶くすぐる午後7時の家路遠い。じゃあ、あそこに置いてください。地中の香り。やめなさい、カズナ。少し切なくてむやみにおしゃべりになる僕は今君に色を移るかな。互いに刻んで歴史や哲学が新しい道へといざなってくれんだ。不揃いな二人の足音誇らしくなってはにかむ。誰が責任持って買うのよ。言葉すら超えるぬくもりの先へかじかむ手のひら重ねて冬が好きな君とちょっぴり遠回りして帰ろう。大丈夫なの？
が生きている喜びを愛の歌を届けるよ物語を紡いでく僕らのためにまるで祝福するように本気で怒るよ往復ビンタだからね可愛い子猫だなおーひろし名前はどうする黒いからクローズいい名前だな私が結婚したらこの子連れていくからさ何年後の話よすぐだよすぐだよ不揃いな二人の足音誇らしくなってはにかむ夜空へと染みてゆくそのリズムを抱きしめて変わり始める世界君とだけ行け最後に1枚メール読みます長野県のラジオネームクローズさん男性の方からどうもありがとうございます今日一人娘が結婚しますとはあ、めでたいおめでとうございますよく嬉しいより寂しさがあるって言いますが私は素直に嬉しいですねと、はあ、ただ時の流れに驚きますあんた花嫁の意識あんの、ね、私が父親であの子は幸せだったかなとか思いますねおめでとうすら言ってあげられない。いや、おめでとうぐらい言いましょうよ、お父さん。あんたもらってくれるような気さくな人。照れちゃダメでしょ。これで最初で最後だから、逃がすんじゃないよ。バレるよね。まあ、僕も含めて、我々番組スタッフと、はいはい、ぜひおめでとうって言ってあげてください。ありがとね、お母さん、お父さん。